トルコ革命。トルコ革命は、トルコにおいて、第一次世界大戦後のオスマン帝国解体の危機において、アンカラに樹立された、大国民議会政府が祖国解放戦争に勝利、オスマン帝国を打倒して新たに、トルコ共和国を樹立する過程で行われた一連の運動。ムスタファケ・マル・アタチュルクが、その指導者となり、トルコ共和国の初代大統領に就任した。 トルコ革命によりトルコは共和制を宣言し、オスマン家を頂点としイスラム教を国教とする帝国からトルコ民族による近代的、西欧的、世俗的な国民国家への転換が図られた。この革命の結果、トルコは中東諸国において支配的なイデオロギーであったイスラムを政治の場から引き離すことに成功し、国民国家の要件である禁止化された国民と、 自国民による自律的な国民量の創出をかなりの程度に実現したが、東部の経済開発の遅れ、都市と農村の経済格差などの問題は先送りにされ、クルド人問題やイスラムの社会参加をめぐる圧力が21世紀まで大きな課題として残れた。トルコ革命は最も協議には1922年から1923年にかけて行われた。 オスマン帝国の訂正の廃止とトルコ共和国の建国宣言という事件を指すが一般的にはその後に続くトルコの近代化改革をもとコ革命に含める。もっとも抗議には終戦直後の1918年から1922年まで足掛け5年にわたって繰り広げられた占領国に対する祖国解放運動もトルコ革命の一部とみなされる。オスマン帝国が ムドロス休戦協定を結んで連合国に降伏して第一次世界大戦に敗北したとき、広大な帝国の内アラブ地域は連合国によってほとんど占領されていたが、アナトリアの全域と東トラキア、ルメリアの一部、北シリアのアレッポ、ジャズイーラ、ゲイラク北部のモースルは依然としてオスマン軍の勢力下に残っていた。しかし、休戦協定が発効すると連合国は、 急戦協定の条文を盾に、戦時中の列強国同士の協定に従って、オスマン帝国の残存領土に侵駐し、アナトリアは、イギリス、フランス、イタリア、ギリシャによって、各方面ごとに分割占領された。また、これにこうして、アナトリア半島内のアルメニア人やギリシャ人の中から、独立運動に乗り出す者が現れ、オスマン帝国は残された領土の中核をなす。 トルコ人の居住地帯でさえほとんど細切れに分断されようとしていた。この状況に対しアナトリア各地でも分割に反対する抵抗運動が起こりつつあったが、帝国政府は王朝の保身に走って占領政策に迎合し、ムスタファ・ケマル巡将を軍艦察官としてアナトリアに派した。ところがケマルには範囲はあり、1919年5月5日に、 アナトリア国会沿岸のサムスンに上陸すると、アナトリアに駐留する帝国軍や活動家を結集して、アナトリアルメリア権利擁護委員会を聞こた。同年末に召集された帝都イスタンブールにおける帝国議会も権利擁護委員会の影響下に入り、翌1920年1月28日、帝国領の打ち取る個人が多数を占める地域が不可分であることをうたう。 国制約を採択した。イギリスを中心とする連合国は3月16日にイスタンブールを占領し、アナトリア西南部エウケ海沿岸を占領するギリシャ軍を抵抗運動の強い内陸に向かって進軍させると、共に8月10日に帝国政府とセーブル条約を結んだ。この条約ではトルコ国家に残されるのはアナトリア北部の三分の二に過ぎず、アナトリア東部には アルメニア人の国家を建設することを認めた。旧ロシア帝国領のアルメニア、現アルメニア共和国領では、ダシナク島によるアルメニア第一共和国が建設されており、東部アナトリアにはすでにアルメニア軍が侵攻していた。これに対し抵抗運動の権利擁護委員会は、イスタンブールから逃れてきた帝国議会の議員に、権利擁護委員会の支部で選出された議員を合わせ、 4月23日にアンカラで大国民議会を開いた。大国民議会はムスタファケマルを議長に選出し、議長を指導者として独自の内閣と政府を持つ抵抗運動政権に発展する。アンカラの大国民議会政府はロシアのソビエト政権と連絡を取り、1920年中にキャーズム・カラベキル将軍率いる東部方面軍が ダシナク島のアルメニア軍を撃退、東部アナトリアを確保した。南部ではキリキアに駐留して、その領有を狙うフランス軍との戦闘になった。1920年5月から1921年10月まで続いた戦争はトルコも勝利を収めることができなかったが、21年10月にアンカラ条約を結び、翌1922年からフランス軍は、 トルコの南に確保していたフランス移民党治療、シリアへ撤退を始めた。西部戦線では、1921年に、ケマルの副審、イスメトが、西部方面総司令官に任命されて、アンカラ政府が攻勢に転じ、二度にわたって、ギリシャ軍を撃退したが、コンスタンティノス一世国王が自ら指揮をとって、体制を立て直したギリシャ軍の逆襲により、アンカラ西部の要衝、 エスキシセヒルを奪われた。この非常事態に対し1921年夏、ケマルは議会から全軍の指揮権を付与されると、サカリア側の戦いでギリシャ軍を敗走させた。翌1922年9月9日、アンカラの大国民議会政府軍は、西南アナトリア拠点とシーズミルを奪還し、ギリシャ軍をアナトリアから駆逐した。ギリシャ軍の敗走を見て連合国は、 セーブル条約を放棄し、ローザンヌで再び講和を行うことを大国民議会と帝国政府に通告した。ケマルラのアンカラ政府は帝国政府を廃絶して、自らがトルコ国家を表する単独の政府となる必要を感じ、1922年11月1日、スルタン制とカリフ正を分離し、スルタン制のみを廃止することを大国民議会において決議した。こうして、 カリフとしてのオスマン帝国の君主を残したまま、世俗政治を行う政府としてのオスマン帝国は滅亡し、最後の皇帝となったメフメト六世は亡命した。帝国政府は祖国解放戦争中に王朝の保全のみを図って占領国の意に迎合し、アンカラ政府を攻撃する布告を行ったりしていたため、すでにトルコ人の支持を失い、廃止に反対する声もほとんどなかった。 1923年、アンカラ政府は連合国との間に、ローザンヌ条約を締結し、トルコ国家の独立承認とともに、完全自主権回復、違法方権撤廃など、不平等な国際関係を廃止することに成功した。一連の成功で旧国の英雄としての地位を確実なものとしたケマルは、次第に強い指導力を発揮するようになり、同年10月29日、 大国民議会に共和制宣言を可決させ、自らは大統領に就任した。これに対し、強引に共和制宣言を可決させたこと、カリフが国家元首とされなかったことに対する批判が起こったが、ケイマルはこれを強権的に抑え込むと、1924年3月3日にはカリフ制の廃止も可決させた。オスマン家の人間は全て追放され、 翌年に起こったカリフの復活を求める、クルド人の反乱も鎮圧した。続いて、議会内の反ケマル派が排斥され、宣言を得た、ケマルの下、新生トルコ共和国は、オスマン帝国の残死を振り払う改革に乗り出す。1924年のカリフ制の廃止とともに、枠府を管理する、枠府省の廃止、シャリアの廃止と憲法の制定、イスラム学院。 メドレゼの閉鎖が行われ、政治と教育の世俗化が図られた。1925年には神秘主義教団の修行場が閉鎖され、トルコ語が廃止されて、着衣の西洋化が強要された。続いて民法が改正され、一夫多歳制が禁じられた。さらに、アラビア文字とヒジュラ歴が廃止され、トルコ語の表記には、ラテン文字、小読みには、 グレゴリオ歴を用いることが定められた。1928年、脱イスラム化改革の集大成として、憲法のイスラムを国境と定める条項が削除された。しかし、宗教が政府から一切切り離されたわけではなく、イスラムを政府の意図の及ぶ範囲で管理するために、州務庁が設立され、モスクやクルアーン、コーランの読み書きを教える学校が、その管轄下に置かれた。 経済の面では、当初はオスマン帝国末期から現れつつあった民族資本の育成を図り、トルコ官業銀行の設立、産業奨励法の制定が行われた。トルコは、こうして私、企業による国民経済の樹立を目指したが、大きな成果が上がらないまま、1929年の世界大強行に巻き込まれた。強行は、トルコ経済を支えた。 農産物の輸出に大打撃を与えたが、これをきっかけに、トルコ共和国は、ソビート連邦の計画経済の影響を受けた、国家資本主義政策に転換した。1930年代のトルコは、国立銀行を次々に設立するとともに、外国系企業を買収して、国営企業を建設し、国家資本による国民経済の創出を推し進めた。文化的には、 イスラムに代わる国民統合と西洋化改革を支えるイデオロギーが必要となった。そのために革命の英雄としてのムスタファ・ケマルに対する個人崇拝が起こり、1934年の初め性、法制定によるトルコ人の性の義務付きに伴い、ケマルには議会によって父なるトルコ人を意味するアタチュルクの性が贈られた。革命を貫く共和主義、世俗主義、 国家資本主義などの原理はまとめて、ケマル主義と呼ばれるようになり、トルコ共和国の絶対の国是とされた。また、それまでトルコ人としての意識が希薄であった国民に、トルコ国家を構成するトルコ国民としての意識を植え付けるために、学校ではトルコ民族史が教育されるようになっていった。これら一連の改革により、ケマルアタチュルクの亡くなった1938年までに、 トルコ国民による国民国家と国民経済の創出がかなりの段階まで進み、トルコ革命は成功を収めたと評価される。しかし、国民経済創出の過程では、農村よりも都市、農民や労働者よりも地主や民族資本家のみが経済的に優遇され、特にトルコ国民の大多数を占める地方の農民の地位はあまり改善されなかった。 トルコ革命を積極的に支持したのは、実際には一握りの都市のエリート層に過ぎず、第二次世界大戦を経て、多党制が導入されると、ケマルの共和人民党よりもイスラムの尊重や自由経済の導入を解く、主的知識人を中核とし、地主や資本家の利害を代表する民主党に、むしろ国民の支持が集まった。1950年に民主党が政権を奪うと、 国家資本主義や世俗化の路線は大幅に緩められ、トルコ革命の敷いたトルコ共和国の基本路線は変容を遂げていった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。